坂蔵力がお送りする「力の豆知識」今日ご紹介するのはレバーの低温調理浦本店の人気メニューレバーの低温調理これじっくりと火を入れているからこそまず食感の良さそしてうまみ甘みが引き立つんですね売り切れごめんの一品ですよっても誰も責めませんそれに甘えてはいけません 浦和大宮上福岡西川口武蔵浦和池袋。工場直売店大宮旧中山道店も元気です。酒蔵力は全部で十四店舗。酒蔵力。お、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 お。let's.。この番組は酒蔵力とともにお送りします。 はい、皆さん、こんにちは。大野聖太郎です。聖太郎の海クラジオ、レッズ力船特別執行ですえ。今日は3月21日、木曜日の夜を迎えました。また、勘の戻りなどがありましたけれども、この間のあの激しい湘南戦、サボーターはどう見たんでありましょうかね。そんな気持ちでいましたら、すぐさま YouTube の方に書き込みがありましたんで、まずはサボーターの率直な 感想のお便りから紹介してまいりますね。えー、YouTube のクルーネームは、よいよい、よいち、と、呼んでいいよね。よいよい、よいち。これだけの戦力を用意してもらい、時間も与えられたのに、いまだに戦術を落とし込めていない点で、ヘごンさん、買いにへのカウントダウンかな、と思っています。去年、 不足した戦力、過密日程の中で、あれだけの戦いを見せてくれた町江さんとの差を、すごく感じて、がっかりしています。何かしらの兆しが見えてくればいいんですが、このまま行けば、理想形への道のりが遠すぎて、リング優勝に必要な貸し点を取るのに、間に合わなくなりそうだなと、シビアに見ざるを得ませんという、よいよい、 良い置の書き込みであります。まあ、その他の方々のご意見、後ほどまとめてご紹介しますがね、今いろんな考え方があると思いますよ。あの4対4のドローをどう見るかで、これからの裏ズをどう見るかに繋がっていくのではないかなと思いますがね、後ほどご紹介いたします。さて、今週は大原サッカー場取材が終わった 有りがのレポートなどを含めてご紹介してまいりましょう。それから私がネット配信記事を読んでいて、ちょっと気になった私が今思っていることを結構わかりやすく説明している記事を見つけましたんで、おしまいに紹介いたしましょう。さあ、レンズ100%の情報番組。それではまずレンズの一週間を振り返ってまいります。レッズニュース。打ち合いになりました。リーグ第4節湘南ベルマーレ戦。 コールキー心臓が流れの中からゴールを決めて先制するも、23分32分、前半のうちに逆転許します。ベンチは後半から松尾雄介と岩尾健二人を同時投入。しかし後半すぐに最終ラインのつなぎ狙われ失点。3対1、2点差で後半が始まるという悪い流れ。劣勢だったんですが、交代で入った選手が流れを変えました。実はワントップで起用された松尾の裏への飛び出し、岩尾の 効果的なパスによってチャンスが生まれ、55分、コーナーキックからのこぼれ球に、松尾が64分、岩尾のパスを受けた前田が仕掛け、ゴール。3対3、同点に追いつけます。しかし、この試合まだ終わらないんですよ。74分、再び失点で4対3。万事休すかと思われましたが、81分、松尾の仕掛けのこぼれ球に、グスタフストンがシュート。ゴールネットが揺れ、4対4の打ち合いになり、 勝ち点1を分け合うという壮絶な試合になりました。小籔晋三 J1 リーグ18年連続ゴールを達成。2005年プロのキャリアをスタートさせた小籔晋三初ゴールは2007年でした。そこからなんと18年連続ゴールです。これは鹿島アントラーズ時代に共に戦った小笠原光雄さんの記録を更新。単独トップの 新記録となりました。歴代の得点ランキング、現在2位、通算で168ゴールに伸ばしております。1位は大久保義人さんの191ゴールです。大畑歩、代表活動に臨んでいます。23歳以下、日本代表に大畑歩が選出され、現在、代表活動に臨んでいます。 期間中2試合の国際親善試合が組まれ、明日22日金曜、京都でマリ代表と、25日月曜、北九州でウクライナ代表と対戦します。ユースチーム、ドイツ遠征に臨みました。平川忠明さんが監督を務めるユースは、3月中旬、ドイツ遠征に臨み、フランクフルトなど3試合行いました。 ハセベ・マこととの交流もあって、大いに刺激を受けたことでありましょう。チームは今週末からユースカップに臨みます。レズ・レディース情報です。5連戦が組まれているレズ・レディース、アウェーで野島・ステラ、神奈川・相模原と対戦。清家飛コがハットトリック。島田名が2ゴール。前半だけで5ゴール奪って5対0の快勝。 で、昨日行われたホーム小浜のマイナビ仙台レディース戦も、聖家、島田がゴールを奪って2対0で勝ちました。これで3試合連続クリーンシートで連勝中。神戸も勝っているんで順位の変動はありませんが、レディース好調です。試合情報です。レズレディース24日日曜、アウェーでジェフ、市原、千葉、レディースと対戦します。 午後2時帰国。ウィリーグの試合はダゾンで中継されておりますよ。以上、レッズニュースでした。次はこのコーナーです。今週の異論反論レッズブレは午前中に大原サッカー場で練習が行われましたんで、その取材に出かけていた機関士の有賀佐久子記者に伝えてもらいます。有賀さん、よろしくお願いします。 レッツプレスのライダーで機関士の有賀です今日3月21日木曜日10時半からグラウンドでの練習が始まりました3日間オフが与えられたということもあって今日はパス回しやポゼッション練習といった体を起こす作業に集中したメニュー短い時間でのトレーニングとなりましたその中で沖縄キャンプで負傷したブライアン・リンセン選手の合流という嬉しいニュースもありました さあチームは湘南戦で4対4打ち合いの展開になってしまいましたえここをどう改善するのかこの中断期間非常に重要となってきますそこでセンターバックの1人佐藤陽太選手にお話を伺いました佐藤陽太選手ですお疲れ様ですさあ少し時間が経ちました改めて湘南戦振り返っていただきたいんですけれども、はい、前に進んだ点と改善点この両面教えていただけますか えまあ前に進んだ点としては得点を多く取れたこと,とまあ個人的になるんですけどまあんビルドアップのところやっぱりさせるところは多かったので良かったかなとは思いますけどえ改善点としてはまあ4失点してしまったところとあと、チームでやっぱりあのディフェンスラインの1個前のところですねあそこはもっと強くいかなきゃいけないですしあそこも ラ入る前に潰しきりたいというか僕たちもそれを前の選手にしっかり声で伝えるところとで、まあ、あと、最後のところ、えー、ゴール前のところでの自分の質、えーまあのところですかねクリアする場所だったりだとかあとは、まあそうっすね、声かけたり周り見たりとかもっとこぼれ球で反応するだとか。 そういったところが、えー、改善すべきところだと思いますそれが前半の途中どこかでちょっと仕様目が変わったなっていう印象なんですけれども、はい、個人的にはやっぱりその自分たちが追加点取れなかったところじゃないですかねやっぱりそこで流れが変わってそれまでシュート打たれてなかったと思うんですけどそこから うん、やっぱり相手の流れになってしまったところを相手の圧をしっかり受けてしまったというところが相手の流れになった原4かなと思います良点というと、ね、こう数字のインパクトは強いんですけれども、はい、監督や選手が同じところを改善点に挙げているあ、まあ、でもチームとして意思が、えー、統一されているのはいいことですし改善点がみんな分かっているならそれに対して、えー、どうやって改善できるかというのをやっぱりたくさん考えていくだけだと思うので。 まあ4失点はアンラッキーな形もありましたけど、まあ、失点は失点ですしうーん、まあ、やっぱりディフェンスランが良くても個人的に良くても4失点してたらディフェンスとのしての仕事はできていないのでそこはもっとこだわっていかなきゃいけないかなと思います。 今佐藤選手がおっしゃったようにこう得点を重ねるところでこう防げる失点もあったかもしれないというところですがヘディングシュートというところでは今後多くのサポーターが僕はあそこ決めなきゃいけないですしああて味方が信頼して僕に蹴ってくれているので、まあ、決めないとやっぱあいつに蹴ってもらうというふうになっちゃうんで,で僕もまあ歯がゆいところはあるんでそこは。一個決めれたら僕も また乗れると思うんでそこのところは意識してやっていきたいなと思ってます <laughs> アビスパ戦に向けていい中断期間にしてくださいはいありがとうございます酒蔵力量本店店長の今井敏郎です、えー、湘南戦はいつも難しい試合ですが、えー、4対4のドロー、えー、4点取っていいことはありましたが4失点はうま、えー、く修正してほしいなと思います、えー、結果を求めるのはまだ先だと思います、えー、今週末はレッツレディースに集中ですね、えー、安倍千葉との対戦です午後2時キックオフです えー、もちろんお店でも生放送いたします、えー、千葉に行く方は勝ち点んをお土産にお越しくださいスタッフ一同お待ちしております以上酒蔵力団本店店長の今井敏郎でした俺たちのレッズ声さあそれでは俺たちのレッズ声始めてまいりましょう皆さん言いたいことたくさんあると思いますよオープニングで YouTube に寄せられたコメント一人紹介しましたよねよいよいよい力ね こちらの YouTube コメントは、順々。ソルバッケンは、依頼者と考えた方がいいですね。っていう、一行の書き込みです。開幕前、酒蔵力などで飲んでいて、サポーターと会って話すと、結構、オラソルバッケンの話は出ていたんですが、 だんだん話が出てこなくなって、湘南戦終わった後、ソルバッケンの話をしたのは、ジュンジュンだけです。前田直樹のあの奮闘ぶりを見ると、俺はソルバッケンは、話ほとんど出てこなくなるかもしれませんよね。 そんな感じね、今ね。じゃあ、レバンが笑う。この船に寄せられたメッセージ紹介してまいりましょう。朝香のサポーター。湘南戦は負けないでよかった。昨シーズン同様、引き分けが多くなりそうな予感がする。去年から言っていますが、細かいミスが多すぎて、それが三失点目のような大きなミスにつながるのではないでしょうか。 ゴールもあと2、3点入れてもおかしくないと思います。しかし、決定機でシュートミス。去年と変わったのは、守備力のダウンと、攻撃力のアップですかね。個人的には0対0の引き分けよりも、4対4の引き分けの方が好きですがね。っていうレバンが笑うです。まあ、どちらっていうこともないけどね。 泥は泥だからね。ただ正直言うと4対4のあの湘南戦は面白かったことは面白かった。でも四十あればまずいよな。タイトルを狙うということを大きく掲げた今シーズンの裏列は失点の部分も減らしていかないと最後の最後でレバンが泣くことになってしまうからね。カゾノ・ウガサポ。すごい試合でしたね。 最後まで諦めない気持ちがすごく感じられた試合でした。同じ日分けでもベルディー戦とは全然違いますよ。クルーの皆様のいろいろな意見感じ方あると思いますがね、自分はこの試合評価できると思っているんですよ。新蔵さんはじめ、アタッカー陣のゴールです。4点取れるポテンシャルがあることがよくわかりました。じゃあ、守備です。監督はじめ、選手、もっと細かく言えば、 スタメントベンチスタートの選手が話している改善点や課題が一致していました。次の試合まで修正できるかは別としても、チームの問題点は分かっている。何かここに来て、チームが一つになりつつあるのかなと思っております。この湘南戦、いいところ悪いところがはっきり出た試合だと思います。この勝ち点1は、 非常に価値のある勝ち点1ではないでしょうか。次のホーム、福岡戦。どんな試合になるのか、楽しみです。カズノ・ウガサポーは、今のチームをこう見ていますね。多分、選手たちが試合後に話すコメントを拾い読みしながら、ウガサポーは、そう感じているんじゃないですかね。和光のアッパー準備。4対4の大乱戦。 4失点は気になりますが、今、4点取れることをポジティブに捉えたい。私もその感覚です。特に3点目となる前田直樹のゴールは、去年まで見ることができなかったウィングのポジションによる鋭い仕掛けからのゴール。興奮しました。試合後、あそこでパスを探すウィングはいらない。これも素晴らしかった。 いいコメントだね、えー。これは素晴らしい話ですよ。あそこでパスを探す、ウィングはいらない、自分がなぜ売られずにオファー受けたかっていうことですよ。松尾もゴール決められてよかった。ただ、この試合を語る上で欠かせないのは、ゴルキ新臓と岩尾健、両ベテランプレイヤーですね。 お互いに持ち味存分に発揮し、チームに貢献しました。両選手とは対照的だったのが西川周作です。最終点目、素晴らしいシュートでやりましたが、あの距離だったら止めてもらいたかった、というのが本音です。今年から攻撃サッカーに移行しているから、多少の失点は覚悟しながら、前向きな気持ちで次の福岡戦に参戦してまいります。 多分、まあ、ああいうオープンの打ち合いばかりじゃないとは思うんですけれども、前に重心かけるということは当然ながら、修作さんの負担も増えるということでありますから、そういうところでアッパー10人は西川修作にいろんな意味でのリクエストを今日のお便りで語ったのではないかと思います。板橋のレッズサボ。いやー、すごい試合になりましたね。4失点納得しておりませんが、 最後まで諦めない姿勢見られたことと、ようやく前線の選手が点取れたことにほっとしました。あとは、チアゴ・サンタロのゴール早く見たい。彼一点決めたら、立て続けにゴール量産しそう。そう思ってるのは僕だけでありましょうか。それと、試合の登録メンバーに入った、パンや、ブックね、見たかった。コンディションの関係あると思いますが、彼がベンチに入ったことで、意外と柔軟な考え方を持っている監督なんだなと、 いう印象を受けました。さあ、次です。次のホーム、福岡戦。これまでやってきたこと、試される試合だと思っています。ここで勝ち切って、自信つけること、集客面では、ライトなファン層に、また次を見に行きたいと思わせるような、そんな試合をしてくれることを願っております。まあ、あ複数ボールして、それも、前線の選手がね、 まあ、セットプレー交えてもいいよ。それで当然ながら、クリーンシートで勝つことだよね。拓也智也のパパ。両チーム合計8ゴールが生まれる、壮絶な打ち合いの試合でした。レズの攻めでは、決めることで決めきれず、守るところで不用意なパスで相手に奪われ、ゴールされるなど、反省の多い,い試合になりました。それでも、コオロキン前田松尾、 グスタフソンのゴール生まれたので、ここは前向きに捉えていきたいと思いました。次こそ、フォワード、サンタナのゴールで勝てれば、最高だと思います。チアゴ・サンタナのゴール待ちだ。ねえ。負けれれケータ。4点取れるんだから、勝たないと。頑張れ。何してんの もう繰り返しでしでた初物尽くしで勝てていたら気持ちよかったのになー兄さんの赤い彗星失点しすぎですねもったいない場面が多すぎですですがリードされてもズルズル引き下がらずに攻め返しての引き分け以前に比べれば進化している試合だったかなこの試合で言うと グスタフソンのポジションの良さがかなり光りました。それがゴールという結果につながりました。また初スタメンの佐藤陽太も堂々とした守備とセットブレーカーの飛び出し素晴らしかった。今後も期待したい。バブ1号。勝ち切ることができなかった試合で何か複雑な気分です。 ゴルキ選手、松尾選手、前田選手。攻撃的なポジションの選手たちがきちんと結果出したのは非常に良かったですし、グスタフソン選手の J リーグ初ゴールも良かった。しかし、守備に関しては、ショルツ選手が怪我で離脱しているのは確かにチームとして非常に痛手ですが、それでも4失点は正直やられすぎます。 守備陣には、猛省してもらいたい。それと、4得点決めましたが、それ以外には決定機がありました。小泉選手は、日本の決定機をいずれも外してしまった。これ、勝てなかった要因の一つに挙げられます。今年は攻撃陣を補強して、攻撃的に行こうとするのはわかるけれども、4試合で8失点って、 去年のことを考えるとちょっと信じられません。こんな試合していたら、リーグ優勝どころか上位も難しい。この中断期間中に全く機能していないインサイド把握の組み合わせを再考してもらいたい。次の試合、攻撃を続ける一方、守備では試合を通して強度の高さを最後まで持ち続けてもらいたい。ホームで迎えるアビスパー福岡戦、 去年の借りを返して勝ちましょうバブ1号であります。まあどうしてもね、サッカーの試合というのは、個人名挙げて、いろいろ評論をせざるを得ない場面もありますから、バブ1号のこのお題の中でも、インサイド把握に入っている小泉義雄についての話が出てきてしまいましたがね。 組み合わせを変えればいいのかどうか。まあ、それも一つの案なのでありましょうけれども、もう吉尾の奮起を待つ以外、ありませんよ。彼は可能性があるから、ヘグモ監督に先発で使われている。で、決定機をつかむ、その場面もしっかりと取れるだけの能力があるからピッチに立っている。あとは決めるだけです。 これが小泉義夫が福岡戦に臨む大きなポイントだろうと思います。立林ジョンです。新蔵さん、J1 史上初の18年連続ゴールおめでとう。そしてありがとう。引き続き大いに期待しております。湘南戦は逆転されても、打ち合いの中で追いついたのは良かった。新蔵さん、松尾、前田、グッタクソンといい雰囲気でて、 取れたことを次につながると思います。特に前田。自分はこの試合で前田が決めてくれると予想していました。完全にサポーター全員の心を掴みましたよね。あとはコンディションですね。岩尾先生、さすがのお仕事。状況を劇的に変えてくれて素晴らしかった。福岡戦はグスタフソンの代表活動からの帰国後の課題もあって、スタメンもありそう。それから、やはり、佐藤光りましたね。 しっかりフィットして守備も良くてボールを中盤に通せるし持ち味を随所に見せた。ショルツが戻ってからもマリウスからのスタメンを奪ってもおかしくないぐらいのそんな内容だと思います。レディース、こちら本当に頼もしい。相模原に5体で見ていて楽しく、ワクワクした前半ゴールラッシュ、聖家のハットトリックと島田2ゴールからの盤石な試合運びでクリーンシートでした。 昨日の水曜の仙台戦も、清家島田のゴールの2対0のクリーンシート、3連勝。優勝するためには、このような特質点差の積み重ね、貴重であり、重要。引き続き、連勝を伸ばしていきましょう。赤いサンタクロースからです。先週は WE リーグ、J1 リーグに参戦しました。まずは壮絶な打ち合いした湘南戦。気になった点は、最終ラインの前であれだけ、 パスが通るようだと失点が増えます。もし、ショルツ選手がピッチにいたとしても、失点の可能性高かったと見ております。私もそう思います。素人目ですが、グスタフトン選手が前後左右にプレーで流れた後にボールロストすると、簡単にスペースを使われていたように見えました。もうある時間帯は、最終ラインとグスタフトンが前に上がった時のスペースがガラ空きで自由自在に使われてしまいましたからね。 もうそういう試合展開でしたよ。点失うときはね、そこに今度はミスが絡んでくるから。浦和の攻撃時にチャレンジしたプレーでなく、簡単な横バスやトラップミスなどで失うと、やっぱり前めにポジションを取っているため、途端に大ピンチに陥ります。これはマティアス監督が推し進めるサッカースタイルですから、バスやトラップの精度を高めるしかないと思います。 ご飯の途中から岩尾選手が入ると、グスタフソンとの関係だけではなく、スペースのリカバリーなど、中盤が落ち着くように見えたのは、私だけでしょうか。失点の場面に話が集中してしまいましたが、この駅面では4得点、前向きに考えております。また前田選手がいい。ボールを持つとワクワクするのは、岡野正幸、エメルソン、田中達也以来かな。もっともっとゴールに向かって、プレイしてもらいたい。あと、 ボルキー選手って、裏狙うだけではなくて、起点となるプレーや、下がってボールを受けるなど、攻撃でアクセントをつけてくれる、自分自身だけではなく、前の選手がゴール、可能性が高くなるのかなと、グレー見ていて改めて感じました。すごい選手ですね。すごい選手だね。すごい選手だから、 18年連続オールなんだね。そして、あの年齢でも、先発で、大いに働くわけですよ。すごい選手だからなんですよ。もう、ミスターレズだね。繰り返し言いますが、六甲六心臓は、もう歴代の中、ナンバーワンのミスターレズですよ。チームとしては、この中段期間で、 講師にわたって修正が見られると思うので、福岡戦がさらに楽しみになってきました。で、最後にレディースの話。成績飛行選手調子がいい。土曜前半だけでハットトリック。昨日もゴールを決めてくれました。島田選手とのコンビもいい感じになってきたんで、島田選手もゴールを量産し始めました。修正点あるものの、 安藤直と両選手不在であることを感じさせないサッカー見せてくれるレッズレディースの試合は楽しい皆さん駒場スタジアムに足を運んでくださいそうねこういう勝ち方すると安藤さんと直本さんが不在であることを忘れてしまうもんねいいねレディースは今深谷のカー君です アウェイの湘南戦、勝ち切れた試合でリーグ優勝を目指すチームとしては、勝ち点2を取りこぼした、痛かった。江郷監督試合後の会見で、この試合で良かったのは負けなかったこと、とおっしゃったけれども、自分は悪かったのは勝てなかったこと、ぐらいのことを監督に言ってもらいたかった。そうじゃないと、勝つための、 攻撃的サッカーを標榜する意味がありませんかサッカーの試合は生き物で、お互いうまくいったり、いかなかったりの繰り返し、一つ一つのプレー評論しても仕方がないし、試合終了の主審の笛が鳴った後、どちらに勝利の女神が微笑んでいるかが大事なことだと思うんです。ただ今回、こちらになかったのが残念でした。次のホームの福岡戦、参戦します。 この試合、大量得点、クリーンシートで勝ちたい。レズレディースは連戦でアウェイの野島ステラ神奈川相模原戦。後半、若手起用で相手に押し込まれながらも5対0のクリーンシートで勝てたのは良かった。その前の試合4対0でしたから、主力書いていながら2試合で合計9ゴール。素晴らしい。課題は後半に得点できなかったことかな。 昨日のマイナビ仙台レディース戦2対0で勝ちました。聖家、島田、タイの選手のゴールが素晴らしかったし、前後半通して危なげない試合運びが良かった。次はアウェイのジェフ千葉レディース戦、しっかり勝って、その後、ホームに迎えるのは癖者のアルビレックス新潟レディース戦です。第5節で負けているんです。今シーズンの仮、今シーズンのうちにしっかり返したい。こちらも参戦しますという、 海の架んです。それでは、おしまいは浜松の吉見永久です。見ていて感情の上り下りが激しい試合でした。最後に勝ってくれればよかったんですが、勝てませんでした。点が取れるようになってきたっていうコメントが見えました。 初覧のようにオープンに戦ってくる相手だったからなのではないかなっていうような考え方もあるんで4点取れないにしてもこの得点力は他の相手でも通用するかという点とこの視点動作は一体どうなってしまったのかと思ってしまう試合でした次の福岡戦去年このインタビュールなかったんで修正できなかったと思うんですが 今シーズンはインターバルがありますんで、これを使ってしっかり修正して、福岡戦の勝利につなげてもらいましょう。という、吉美永久のお便りでありますが。まあ、もやもや、もやもやっとした感じだよね。どう捉えればいいのかっていうのはね、4失点は取られすぎよね。でも、4ゴールを前目の選手プラス、 新加入のグスタフソンで取ったってのは、これは大きいぞって思いますよ。まあ、どちらかたっても湘南戦は正しいわけですね。ただこれから先を見るためには、この湘南戦の悪かったところをどう修正し、そしていかにオープンな戦いになったかとはいえ、前戦が4点取ったことを、 さらに続けることができるかどうか。ここだろうと思うんですが、このもやもや感をうまく説明してくれている記事を見つけましたんで、えー、サッカー批評ウェブ、藤江記者が書いている部分をかいつまんでご紹介しますね。前説までの裏は、ヘグモ新監督が掲げる 左右にウイング、中盤にアンカー、前にインサイドハーグ並べる433システム。これを忠実に踏襲する戦いを演じてきた。しかし、追い込まれた湘南戦の後半に、指揮官自らが動いた。これまで左右のウイングで起用されてきた松尾雄介を、後ろロに代わる 9番の位置に投入した。ヘグモ体制では練習すらしていないと松尾が明かした。松尾は多分それが後半から僕が入った理由だと思います。前半は一週間かけて準備したものを出しましたけど、それをちょっと崩した。それまでとは違った形を後半に入る直前に求められて、それを 僕たちがピッチで表現する。今まで見えなかった攻撃的なサッカーの片鱗が見えたのはポジティブだったし、不運というか、維持な視点がなければ、さらに攻撃力を出せるという希望があると僕は信じています。この松尾雄介のこの言葉、どういうふうに捉えればいいのか、とても私は 奥深い言葉だろうと思います。今、チームが一つ前に進み始めているっていう印象を受けました。そして、藤江記者はさらに、こう続けます。前田に変えてフォワード、チアゴ・サンタナを、伊藤敦に変えてミッドフィルター、中島翔也を投入。同時にシステム、サンタナワントップ。 岩尾とグスタフソンでダブルボランティーを組むという4-2-3-1にスイッチした。岩尾は3点取られても4点取り返すような守備がある程度オープンになるところには目をつぶっていこうとなれば今日のサッカーはおおむね良かったと思うし固く守りたいというのであれば 改善していく余地がある。そこに関しては、またみんなで共有していかなければいけないところ、出てくると思っていますと、締めくくりました。岩尾健選手は岩尾先生と呼ばれるゆえんは、このあたりにあるのではないだろうかと思います。私は、前向きに捉えております。マティアス・ヘグモ監督は、選手たちをきちっと、掴んで、まとめております。 選手たちも今のやり方でやっていこうと一つにまとまっております。福岡戦、選手とも複数得点、そしてクリーンシートで勝ってください。もっとサボターの気持ちは一つにまとまってくると思います。レッズ力舟、本戦はここまで。次回は3月28日、木曜の配信となりますね。30日の土曜、埼玉スタジアムでアビスパ福岡と